こんにちは、みそです。今回の動画では最強の資金管理マスター法について話していきます。資金管理って言った時に、リスクマネジメントとか、いろんな言い方をするんですけど、じゃあどうやったら資金管理をやっていくのか、そもそも資金管理ってめっちゃ大事だよねとか、いろんな話があると思うんですよね。1回のトレードに投下するその資金も全口座の何パーセントまでにしましょうとか、ロスカットも1回のトレードの資金の何パーセントまで減ったら損切りしましょうとか、いろいろあるじゃないですか。でも、これ問題点があって、イメージがぶっちゃけ湧かないってことなんですよね。なんか何パーセントとか言われても人間ってね、直感的によく分かんないんですよ。で、数字だとなんかこうちゃんとやってるような気になっちゃうんですけど、いやでもね、例えば実際資金がロスカットね 5% って決めたとして、そこまで来た時に、切れなかったら意味がないわけですね、そもそも。で、毎回きっちりきっちり 5% で切ってる人ってそんないるのかなみたいな、疑問も僕の中であって、多分ね、そこまで厳密に毎回その何パーセントに当てはめてとかやってる人ってね、少なくとも僕の周りにはそんなにいなかったです。システムでトレードする場合はきっちりね、決めてやっていくんですけど、それでも裁量をね、入れたりとかするわけじゃないですか。そのシステムで売買する時も、いや、ここって撤退って今出てるけど、いや、ここもうちょっと踏ん張った方がいいよねとか、もうちょっとここ耐えた方がいいよねとかっていうポイントってあるんですよね、実際。なので、そんな厳密には決めれるものではないっていうことなんですよ。じゃあ何が大事になってくるかというと、もちろんその資金管理をするルールっていうのはあった方がいいんですよ。こういう時撤退するとか、この資金量まで減ったらロスカットするとか、口座資金が 20% 減ったらもう一旦そこで1週間休むとか、そういうのはね、確かに決めた方がいいんですけど、それ以上に大事なことがあるんですよね。それが何かっていうと、ここまで行ったらやばいなっていう感覚をインストールすることなんですよ。自分が口座に入れてる資金に対して、トレードしてて、あ、今ここまで行ったらちょっとなんかやばいなっていう感覚ってあるじゃないですか、それをね、掴む方が先なんですよ。その感覚ありきでの数字を決めたりとか、パーセント決めたりっていうのがついてくるわけですよね。これね、前も話したんですけど、トレード始めて多くの人がやってしまうミスがあるんですよね。これはやっちゃいけないっていうのがあるんですよ。それが何かっていうと、最初から大きい資金を入れてしまうっていうやつなんですよね。デモトレードとかやって最初勝てちゃったりするじゃないですか。それで、あ、なんかいけるかもしんないなと思って、結構大きめの資金入れちゃって、それを飛ばす人とかいるんですけど、これは結構最悪なんですよね。で、これやるとね、トラウマになるんですよ。それが自分の中でのブレーキになるんですよね。そこから自分の資金飛ばしちゃったっていう記憶が邪魔をするんですよ。足を引っ張るようになってくるんですよ。その過去が毎回その恐怖がですね、蘇るようになって邪魔してくるんですよね。エントリータイミングがちゃんとつかめなくなったり、ここでエントリーしなきゃいけないっていう時にその記憶がフラッシュバックして、あ、ここでエントリーしてまたあんな風にやられたら嫌だなみたいな。で、潜在意識でそれを思わなかったとしても潜在意識が動いてるんですよ。だからね、なんとなく体が不安を感じたりとか、引きつったりとか、動悸したりとか、緊張したりとかするんですよね。エントリータイミングずれていくんですよ。ここで入んなきゃいけないっていう時に入れず、ちょっとずつずれていく。そうすると流れは良かったのに、入ったら逆行するとか、入った時にも流れ終わっちゃったとかっていうことが起き始めるんですよ。で、また逆行されてロスカットになって、どんどんね、傷がついていくんですよね、自分に。で、余計トラウマが悪化して、何やっても負けるようになるんですよ、次第には。これはね、気をつけなきゃいけないところであるんですよね。何が必要かっていうと、結論から言いますけど、2、3回ぐらいね、口座資金を吹っ飛ばした方がいいんですよ。これは人によりますけど、よほどの天才じゃない限り、最初からトレードがうまくいくってことはまずないですね。これは何でもそうだと思うんですよ。例えば受験勉強もスポーツも仕事も、最初絶対失敗するじゃないですか。子供だって、例えば自転車乗ろうとしてる子供とかいるじゃないですか。見た時にめっちゃ何回も転んで痛い思いして、すりむいてようやく乗れるようになるわけですよね。スポーツとかも、僕格闘技やってましたけどね、ずっとキックボクシングやってましたけど、最初ね、ボコボコにされるんですよね。スパーリングはね、経験者とやるわけです。最初ボコボコにされるわけですよ。時々ね、始めたばっかのやつにボコボコにされることあるんですよね。大学時代にキックボクシング部入ったんですけどね、キックボクシング始めて1年ちょいぐらいしてから入ってきた後輩がいたんですよね。で、そいつがね、高校時代に柔道をやってたんですよ。体バキバキで、バキみたいな体してたんですよね。もう見るからに強そうなんですよ。でもね、格闘技の世界って、見た目じゃないってよく言われるんですよね。体ごっつくてもパンチない人とか全然いるし、
体ごつくてもスタミナなくてすぐ負ける人とかもいるんで、ごついから強いわけではないですね、別に全然。でもね、そいつね、めちゃくちゃ強かったんですよね。で、初めてそいつがスパーリングをやるってなった時に僕が相手だったんですよ。初めて3ヶ月だし、まあいけるだろうと思ってスパーしたら超パンチ強くてめっちゃ効いたんですよね。もうパンチが硬い硬い。スパーリング終わった後もう口の中がもう切れて、もう血だらけになって、もう顔も腫れてて、めちゃくちゃパンチ強かったっていうのがね、覚えてて、まあ、ダウンもしなかったですけどね。なんとかそこは先輩の意地を見せて頑張りましたけど、まあ強かったですね、だいぶね。そういう経験もね、あるんですけど、まあ大体ね、通常はやっぱ先にこう始めた人は強いわけじゃないですか。なんで、どんなに今活躍してるね、スポーツ業界の選手でも、最初はやっぱこう、苦しい思いをして、練習でもボコボコになってね、痛い思いをして、そこから、一回どん底に落ちてから、こう成長していくわけですよね。いろんな大事なことに気づくわけですよ。で、これはトレードも例外ではないんですけど、でもね、なんか不思議とトレードになるとみんないけると思っちゃうんですよね。なんかね、勝てる気がしてしまうんですよ。これが一つ落とし穴で、ここで逆の選択を取れるかなんですよね。だって負ける人の9割はいきなり資金入れて、それを一回も失わずに増やそうとするっていうマインドなんですよね。だからね、まず勝つために重要なのは、その9割の思考の逆をいくっていうことなんですよ。で、じゃあその9割の思考の逆って何かって言ったら、2、3回ぐらい吹っ飛ばすもんだよな、それが普通だよなって思うってことです。もうね、これは分かんなくてもいいんです。分かんなくてもいいから、そういうもんだって自分に言い聞かせるってことです。それが大事なんですよ。じゃあ次に何が大事になってくること、じゃあその 2,3 回吹っ飛ばすのが普通だったとしたら、いきなり全財産そこに入れたらやばいじゃないですか。ってなったら、最初は少ない資金入れるんですよ。これ失っても生活をしていける、まあ、これ失ってもやっていけるっていう金額をまず入れる。だから大事なのは資金量ですよね。最初に入れる資金量はとにかくもう少なくするっていうのが大前提ですね。とにかく少なくするっていう。それでまず最小ロットでトレードの練習をしてみる。典型的なね、ミスやっちゃうんですよ。やばいところで逆張りしたりとか、ブレイクアウトしたところで飛び乗って引かされてどん底でロスカットするとか、往復ビンタ食らうとか、もうね、大体いろんな失敗一人するんですよね。勝ちに行こうとした、まあ、勝ちに行こうとすると大体負けるんですけど、まあ、執着生まれるんで、で大体の失敗をして資金どんどん減っていくんですよ。で、まあ、しまいにはゼロになるんですけど、最後ね、結構派手にやらかして飛ばす場合多いんですけど、そういうのをね、2、3回くらい経験すると、なんとなくね、感覚が磨かれていくんですよ。その資金がやばくなっていく時のパターンとか流れ、感覚っていうのが入ってくるので、あ、このまま行ったらやばいなっていう感が働くようになります。あ、このままこの流れ行ったら、また同じことになるなっていうのがわかるんですよ。人って学習するので。大事なのは、その失敗をできるだけ小さい資金で終わらしとくってことなんですよね。これがでかいのになったらトラウマになるね。もう取り返せないじゃないですか。なるべくそのダメージを少なく、資金量の大小に関わらず、その経験値っていうのは同じなんですね。失敗した時の、だから10万円を失った時の得られる感覚と、1000万円を失った時に得られる感覚、負けた時の、あ、ここって気をつけなきゃいけなかったんだなとか、あ、ここちゃんとやらなきゃいけないんだなってインストールされる感覚と同じなんで、むしろ逆に1000万の方がトラウマでかくなるから、後々に引っ張りますよね。っていう意味では、最初は少ない資金で負けておく、それでちゃんとそういうやられておく経験をしとく、痛みを感じる経験しとくってことなんです。最初これが後々生きるんですよね。こういうの経験してない人は後で苦労するんですよ。で、特に子育てとかでね、これ結構顕著に出るんですけど、お子様がいるね、あの方はよくわかると思うんですけど、親ってね、ついつい子供が失敗しないように手を出しちゃうんですよね。例えば水が入ったコップを子供が運んでる時に、こぼしそうな時に、危ないってこう親がね、手出しちゃうんですよ。これやるとどうなるかっていうとね、もうね、子供が大きくなるにつれて、もう失敗が怖くなったりとか、失敗した時に立ち直れなくなっていくんですよね。あとはすごいわがままになるからですね、どうせやってくれるだろうマインドになるから、子供が、え、なんでやってくんないのって逆になるわけですよ。だからね、逆教育なんですよね、その手を出すっていうのは。だからね、失敗させた方がいいんですよ。バシャーンってこぼして、あ、こうやったら水こぼしちゃうんだなって子供は学習しなきゃいけないんですね。それは水こぼすくらいだったらまあいいじゃないですか、ぶっちゃけ。もう吹けば終わりだから。でもね、これが大人になって超重要な会議で絶対にやっちゃいけないプレゼン資料を忘れてしまうっていうミスに比べたら、ちっちゃい時に水こぼすとか大したことないじゃないですか。この時にミスさせておいた方がいいんですよ、子供には。後々ね、そういう人生の大一番で最大のミスをする前に、ちっちゃいミスで学ばした方がいいんですよね、子供は。で、そしたら次から気をつけるわけですよ。トレードも全く一緒です。最初は
ちっちゃい資金で負けておいて、ダメージをなるべく少なくしておく。で、その代わり入れた資金を失った時のその痛み感覚、あ、これやったらまずいなっていうのだけインストールしておくっていう感じです。そしたら資金が多くなったとしても、あ、このままいったらまずいな、これやったらまずいなっていうのが分かるようになってくるので、最強の資金管理学習法はまずはかなりもう少ない資金、自分が痛みを感じるけども、でも失っても大丈夫なレベルで一回やってみて、それで負けるってことですね。これはね、いや最初抵抗あるかもしれないけど、こういうのを一番嫌なことを最初に経験しておくと後で早いんですよ。ということで、やってみたい方はぜひ挑戦してみてください。